オタァの秘密基地。よっしゃラッキー動画をご覧の皆さん、こんにちはオタファです。今日紹介するおもちゃは、これだ宇宙戦隊、キュウレンジャー、キュウタ玉合体、デラックス、キュウタ玉コックピットセット、02だ <laughs> というわけで、早速レビュー行きましょう。これは以前発売された、タ玉コックピットセットの02になっていて、第2弾。第1弾が、これ 基本的な造形やギミック、それからセイザブラスターにセットした時の連動音声は、第1弾と同じになります。パッケージを見ていきましょう。まずは右側に4つのボイジャーが映っていて、こっち側はリューボイジャー。パッケージの上はこのようになっていて、これはリューボイジャーが変形したボディになっています。劇中でタ玉はコックピットのようになっていますよね。なので、この中に、ーレンジャーたちが乗っています。 箱の大きさも前回のゼロワンと同じですね。パッケージの横。反対側。そして、パッケージの背面。ここまでで前回と合わせると、10人。それからこの写真をご覧ください。それぞれのボイジャーの上にミニフィギュアが乗っています。早速、パッケージの中を開けます。せーの。中には、9玉コックピット。それから、 じゃーんミニフィギュアが5つ入っています。これ、実際に手で持つと僕の指が大きく映っちゃうんで、袋に入った状態なんですけども、このまま見ていこうと思います。まずはこれ、トレードカラーが紫のリュウ・コマンダー。あー、このロングコートの造形とか、胸のところをよーく見ると星のマークがあって、再現度が高いですね。次、トレードカラーがピンクの和紙ピンク。造形はこのようになっています。 次、ヘビ使いシルバー。次、天秤ゴールド。そして最後が、サソリオレンジ。それぞれがとっても小さいんですけども、前回の01同様、大変よくできていますね。じゃんこれがタ玉コックピット。早速、リューコマンダーのーボイジャーで説明します。このようになっています。で、いつもの9玉だと、マワスライドのギミックがあるんですけども、これはなくて、このように、 開くことができます。で、この中に、それぞれのフィギュアを、このように登場させることができます。これ前回の01の時に思ったんですけども、このメンバーによっては外れやすいのがあるんですよね。この座席の部分からポロッと落ちたりします。このリューコマンダーは結構ガッチリくっついてますね。で、このシートの部分が回転します。ここにはクリックがあるんですよね。 例えば、ワシボイジャーだとこの位置になりますよね。じゃーんハッチをすべて開くとこんな感じ。ちょっと順番に見ていきましょう。サソリオレンジ。それぞれのトレードカラーでマークがあります。さっきのリューコマンダーはこのように載せていたんですけども、ロボットにするときはこの向きになります。次。ワシピンク。ここにもワシのマークがあります。 ワシピンクを格納の9玉の正面にする場合はこう次ヘビ使いシルバーここにマークがありますヘビ使いシルバーを格納次は天秤ゴールドここに天秤のマークがあります 天秤ゴールドを格納さあそして最後リュウコマンダーのコックピットここにリュウのマークさっきとは違う位置に格納しますさあここにじゃーんご覧ください9人の ヒューレンジャーとリューコマンダー。10個のコックピットがここにあります。いやー、これは壮観です。数字で言うと、前回が1、3、5、7、9。今回が2、4、6、やと。数字の順番で並べると、こんな感じ。じゃーん !10 人をコックピットから取り出してみました。 このように地面に立たせることができます。まあちょっとこう立たせるの難しいですね。ほんのちょっとの力で倒れてしまいます。こんな感じ。さあ、それではそれぞれのボイジャーにこの旧玉コックピットを取り付けます。まずはサソリボイジャー。横にして、閉じる。完成次は天秤ボイジャー。 格納完了このようになります次はヘビ使いボイジャー格納完了次はワシボイジャー横にしてカバーを閉じるこれで完成コックピットはこのようになります さあ、そして最後は、竜コマンダー。これだけ取り付けの向きが、他のやつと違って、こっち側になります。そしたら、これを裏返す。こういう風になるわけですね。とちょっと見えづらいんですけども、竜コマンダーが正面を向いています。これは全然見えないな。<laughs> ここ。じゃん 5つのボイジャーの中に、9レンジャーと、リュウコマンダーが格納されました。これはどうしてもパーツの配置的にしょうがないんですけど、リュウコマンダーがちょっと見えづらいですね。まあ、格納すると、こんな感じ。さあ、それでは、9レン王に合体させます。竜帝王には後で合体させるので、まずは、この獅子ボイジャーのこの部分に合体させます。天秤ボイジャー。最後に、ヘビ使いボイジャーを取り付ければ、 させるとこんな感じ。各9玉コックピットの中に9レンジャーたちがいますね。じゃん !2 号ロボの竜天王に取り付けるとこのようになります。コグマスカイブルーのコックピットも欲しいですね。さっきの9レン王にカメレオンボイジャーを取り付けました。今回はカジキボイジャーだけお休み。こんな感じになります。さあ、そして最後は、じゃん 竜艇9連王。それから他のボイジャー。キュレ何回も言ってるんですけど、ここね。これだけが普通の9玉なんで、発光具合がちょっと違いましたね。やっぱりこのコックピットの部分に、9連ャーたちが乗ってるのがいいですね。ちょっとわかりづらいんですけども、竜コマンダー。 カジキ。カメレオン。あとは今回強化合体からはぶられたヘビ使いボイジャー。天秤ボイジャー。ワシボイジャー。遊び方はこんな感じです。というわけで今回の宇宙戦隊キュウレンジャーデラックスキュウタ玉コックピットセット02のレビューいかがだったでしょうかまあ、これは前回の01。あれを買った人はやっぱり02も欲しくなる。で、ここまで揃えるともう何回も言ってるんだけどここね。コグマスカイブルーのコックピットが欲しくなります。 これは僕の考えなんだけど、この普通の9玉でもいいんだけど、やっぱりロボットの時はこの9玉コックピットセットの、この9玉の部分の方が、見栄えがいいです。なのでね、あのコックピットセット03が本当に欲しい。もうそれにつきます。あと今日の紹介では省略したんですけども、デラックスセ座ザーブラスターにセットした時の音声。もしよかったら01のレビューも合わせてみてください。そちらで紹介しています。今回の動画、面白かったな、楽しかった。 オタマのレビューがもっと見たいという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。みんなからの応援が励みになります。それから、僕の YouTube のチャンネルを登録しておくと、更新情報が届いて、いち早くレビューを見ることができます。なので、チャンネル登録、よろしくお願いします。あとはどんなお性も結構です。今回の旧玉コックピットセットのこと、他のおもちゃのこと、それから劇中のことなど、みんなからのコメントを待ってます。 それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたわでした。他のレビューも合わせてみてね。またね。